おはようございます。9月13日火曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあですかね。まあでもね、それでも結構ある方じゃないでしょうか。はい、連日の水揚げ良かったです。はい、見ていきましょう。おお、綺麗に整列してます。はい、ほぼ後ろまで。はい、活魚ですが、ああすごいね、クマエビが。ああでかいよね、結構。本当にね、大きいです今。これでも 40g から 50g。 わあこれでかいね。これは 60g ぐらいあるでしょうね。60、70ぐらい。でかい。両粒が揃ってますね。はい、ワタリガニも。今ね、やっぱオンガリの方がね、目がついてますね。はい、今日も天台は割とありそうですね。これ結構大きいですよ。あ、結構超えてるな。いいサイズ。はい、いいヒゲ釣りですね。身が硬くてね、うっすら川肌に脂が乗って、本当に今いいですね。ただね、昨日もそうでしたけど、もうかなりね、マコが大きくなってますんでね、マコ自体が粒が荒くなってますんで、まあ今のうちかなっていう感じですね。そろそろ落ちてくるヒゲ剃りも降りと思います。はい、その他イカシモンはまだ出荷されてないんで、また後ほど見に行きましょう。はい、セリオですが、こんな感じ。こちらは半分ぐらいかな。おはよう。今日も小さめのタコが結構上がってますね。こちらは6分目、7分目ぐらい。まあまだ出荷がね、どんどんされてますんで、これから増えると思います。おはようございます。え、大おはよう。ヘダイもね、まだいいですね。これもよう脂が乗ってますよ、まだ。はい、まあパッと見ね、やっぱり今日も小物が多いかなっていう感じ。うん、まあこの小物もね、とりあえずは今週いっぱいでね、休業に入りますんでね、これが見れるのも今週でとりあえずお休みかな。はい、送りの2ですが、まあぼちぼちっていう感じかな。にもね、まあでもそんなに多いってこともないんですけどね。明日はまた水曜日なんでね、送りが少なくなります。はい、下関便ですが、おはよう。もうほぼね、出荷された後ですね。うわ、でかい、カツオ。
構鮮度がいいんだな。今ね、本当味不足なんですよ。月夜でね、量が出てない上に。また波もあればね、出れないし。味がね、今本当少ないです。トビウオ。ビヨン。千崎ですけど、千崎も少ないですね、2がね。まだ出れないんでしょうね、波がありそうですね。シイラが多いな、なんか。サワラ、これは仙崎のヘダイですね。かわいいね。ちょうど1匹つけるぐらい。はい、かわいい剣先がね、注文で持って帰ってるんですが、値段はかわいくないですね。すんごいことなってますね、今。やれやれ。はい、シラは、お、これも生き締めですね。こちらにも生き締めの手貝が。今日もチヌハモが。チヌもね、割とコンスタントに上がってくるようになりましたね。一時期ちょっと少ない日が続いてたんですけどね。まあでもね、なかなかいい値はしてますよ、チヌもね。味がね、湧いてるんですよね。すごいね。どうせならね、大きいやつが取れればいいんですけどね。あ、これはすごい。何やらでかいのおりますね。何これ、何ですかね。ハイブリッドっぽいですね。顔はブリに似てるんですけど、体自体はヒラソのような。でかいね。
1メーター10センチぐらいかな。こちらは完全に平さですね、平まさですね。大きいですね。まあぶっちゃけちょっとスマートですけどね。でもでっかい。こちらはよう超えてますね。メガレがね、もう少し欲しいんですけど、なかなかまとまって上がってこないですね。あらーす、綺麗な。カーメン。見たことないような。なんだろうかな、これ。初めて見たね。はい。こちら。サワラが。結構いい感じ。そんなに多くないんですけどね。今は本当サワラもね少なくて、山陰の方でもかなりいい値がしてますけどね。これは値がつきそうですね。ちょっとだけ。今は少なかったです。少なかったね。今もうちょっとおったんやけど。ああ。結構根が良かったですね。うん。少ないからね。結構しっかり並んでますね。ただハモはね今ちょっとね値段が下がってますね。
は何でしょうか。ちらっ、あ、ハモでした。ハモ多いですね。あ、これは綺麗な、これは見事やね。美しい。パッと見ね、レンチョは今日は少ないんで、今日もいい値段するんじゃないかな。昨日もね、ある割には結構高かったですもんね。今日も引き続き高そうです。少しずつ活魚出てきましたが、なんかね、タイもまあそこそこあるんですけど、ヒゲ剃りが多いですね。ヒゲ剃りばっかり。まあヒゲ剃りも悪くはないんですが、ただヒゲ剃りばっかりだとなかなかね。こちらは、わあ、これは一瞬アコウかと思ったんですけど、アオハタですね。こちらじゃあキアラとか呼びます。アオハタ。はい、天然で結構出てきましたね。ここがだいたい2キロサイズのやつですね。いいですね。このサイズが今私のお気に入りですね。またこのここでね、狙ってみたいと思います。はい、こちら大きめの鯛ですね。これでかいね。でかいけどちょっと細いかな、やっぱりね。これもまあまあですね。これを超えてますね。やっぱ個体によりますね。大きさ云々よりね、一匹一匹の超えてるかどうかっていうところがやっぱ大事ですね。これもでかいですね。もう少しかな。はい、競り始まります。はい、今日もねぼちぼち狙ってみたいと思います。買えるかな。あ、佐藤ちゃん、ごめんなさい、すみません。番号多いの。100人も200人も。大人気だ。そのまま腹どうにかする。島で41枚。はい、41枚。はい、第5。はい、すず。はい、これ5、はい、5000。はい、4、5、4000。はい、3、5や。はい、3、1。はい、これ1枚5、中の1枚。はい、中の1枚いくよ。はい、対中の1枚。はい、これ中の1枚。はい、3、5。あー、かぶ、どかしとかも。はい、3点。はい、2、9。はい、小山。はい、3、0、5、2、9。はい、1枚進む。はい、この下、本当に5。はい、これ2000。下のね、下2000。はい、1、8や。1、7。はい、マルチの6倍、1、7。はい、100マルチの6冊。はい、今度、ひげ総理、ひげ総理。はい、1枚。はい、これは3点。あー、かぶ、どかしとかも。で、こちら。はい、ニッパー5件。あ、じゃあその息子が18。はい、今度16。はい、316。はい、316。はい、2枚でしょうか。はい、2つ。はい、プラス2つはもちろん、その息子も15。プラス。はい、今度こっちの1枚とか。はい、プラス2つはプラス2つがもう5000。はい、下が5000、じゃあ4、5。はい、4000。もう3000。はい、28。はい、25だろ。はい、310番、25。はい、310番。はい、かはい、1つ。はい、はい、ほら、2000。オッケー。はい、ひげ総理。はい、ほら、そらもう1番。はい、ほら、もう3000。はい、1つが3000じゃ、その息子がもう28。ええかな。500円のこっち。はい、25。はい、310番、25。はい、1つ。はい、運動、そら、これ。ヒゲ総理どっちめよ。ヒゲ総理どっちめよ。はい、これはスラスがもう35。はい、33でやすらもう3000。はい、下が26。はい、310番26。
1個1個。はい、2個。はい、今日も難しいんですけどね。3、2、1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 、
2000円、陽気あったかい？いや、少ない。少ないっすね。テンション低く。ねえ、綺麗な。カーロカーに1枚1500円、あやたちゃん、今日もないかい？こりゃ立派な山だよね。よう越えちゃうよね、今ね。すごい、もう背中がモリモリになってます。これうまいじゃろね。はい、馬頭、キンキンの馬頭です。めっちゃ鮮度よね。ビヨーン。これ100g。 あ、エロちゃんちょっと待って。でか。もっとね、大きくなりますね、こいつね。びっくりするぐらい大きくなります。立派な人よりね、でかっ。やら、あ、A サイズです。はい、こちらがアコウです。綺麗なね。これはね、バラエティセットなんですよ。いいね、楽しいね、こういうのね。はい、まあまあ、これね、めちゃめちゃ美味しい魚なんですよ。煮付けしてもね、塩焼きしても。ちょっとね、小骨が硬い系気になるけど、でもね、やっぱ骨の多い魚ほど美味しいですからね。子供の頃はね、これ苦手だったんですけど、大人になったらね、この美味しさっていうのがよくわかりますね。はい、今日は久しぶりに赤ウニ、まあ、黒ウニもね、一応入っては来てるんですけど、まだね、ちょっと物を選べるっていう状態じゃないんでね。まあでもね、とりあえずこちら赤ウニはゲットできてます。よかった。アロカ1123番大山1枚、アロカ1123番が1枚ね。アイロ1個、アイ1000円、アイ800、アイ600円、500、イランカの、アイ400、300円、200、
600円。あーいいだこ行こう。1枚3000円。アロカ3000円。アロカ4回か3000円。6回やんか310番が1。アロカ3000円が310番が2。アロカ13単で。アロカ3000円。アロカ4回。はい、800、はい、12万800円、12万、はい、1つで割り、1つで割り、はい、しまった、3つ、8枚、はい、3つ、8枚、2枚、はい、2枚、はい、8枚、はい、いけそうに、いけそうに、はい、これは3年、はい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 、は
はい、550円。はい、450円。310万、小山さん。ガロッカ1500円。ガロッカ2500円と、ガロッカ A、ガロッカ4か。はい、競りはね、まだ続いてますね。はい、今日もね、意外と多かったですね。後々からね、いろいろ出てきましたんでね、なかなか今日も大量に近いぐらい水揚げがありましたね。まあちょっとね、こう昨日今日とね、かなりの量が上がってきてますんで、小物はね、もうかなりちょっと暴落していますね。かなり安いですね。ちょっとね、なんとも言えにくいんですけど、まあ今週でね、小物が終わりなんですけど、まだね、ちょっとストックするには早いんですが、ちょっとね、15日週末あたりからね、もうしけてくるような感じがしますんでね、本当言うと取ってはおきたいんですけどね、この安い時にね。まあ生もんですからね、あまりね、気持ちもしませんので、もう仕方ないですね、こればっかりは。はい、ということで、はい、今日はね、ちょっと曇り空なんですけど、なんか怪しいな、今日雨降るのかな、しっかり天気予報見てなかったんですけど、はい、とりあえず火曜日です。今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあ、やるぞ。はい、それじゃあね、戻って頑張りたいと思います。はい、火曜日水揚げ結構ね、まあまあかなっていうところから結構増えてきましたね。後ろの方までね、意外とありました。まあただね、昨日はね、かなり潤ってますんでね、今日はね、ちょっと相場が下がり気味っていう感じでしたね。まあ刺身もに関しても、まあタイもね、連日のまあまあの水揚げでしたからね、落ち着いてましたね。まあ安いってほどでもないんですけどね、まあ数がありましたんでね、今日も寄って買うことができましたんで、よかったんじゃないでしょうか。まあこの寄れるっていうのがね、やっぱり一番いいですよね。助かります。はい、ということでね、ちょっとね、今雨が落ちてきたんですけどね、明日は水曜日なんですが、どうでしょうかね。もう今週で禁漁に入りますんで、漁師さんもね、出れるんなら出てんじゃないかなと思われますが、どうでしょうか。はい、ということで、はい、火曜日です。今日も一日しっかり頑張っていきましょう。はい、お店到着です。ちょっとね、曇り空ですね、今日はね。まあ先ほどね、パラパラしてたんですが、まあそんなに大したことはないと思います。はい、今日もしっかり作っていきましょう。おはようございます。あれ、おがちゃん、おはよう。今日も臨時やね。ありがとう、よろしく。おがちゃんおった。お腹あきます。
何や。
味が入ってます。まずいきます。注文のいいだこ、いいだこ初めて回るよね。いつもたこ焼き、たこの塩もみ、いいだこの塩もみの小川ちゃん、いいだこ小川ちゃん、いいだこ小川ちゃん、いいだここの前のくだりみたいなの、野口くん、いいだこ、それでね、塩もみからの削り、出来上がりましたので今日お送りします。します。待っててね、高島さんね、美味しそうな、これさ、もうボイルして酢味噌でもいいし、甘辛く炊いても美味しいしね。これで食べるんでしょうか、高島さんは。愛媛は
愛媛まで小川ちゃんが届けに行くそうです。すげえじゃん、そんなの。すげえ。何を取れちゃうかよ。うん、そうやね。ゆっくりしておいで。じゃあ、ベーコン、あ、豚肉、アスパラ巻きもらった。今日はね、朝食べてないよ。バナナ食べたと、かぼちゃの煮付けもらった。うめえ。もっとなんか、お腹空いちゃった、こんなびっくりした。なんてやん。ちゃんお疲れさん。また明日。また明日も来る。やるな。お願いします。お疲れさん。はい。はい。